GNU テクスマックスは GNU プロジェクトで開発されている科学技術に特化したワープロまたは組版のフリーソフトウェアである。テクスマックスはその機能にテクスと GNU Emacs の長所を取り入れており、ソースコードはどちらからも独立して書かれているがテクスのフォントを利用する。テクスマックスはヨリスバンデア風便が開発、メンテナンスを行っている。 TexMax を使うことでウ w i j i ィッグな GUI で構造化された文章を作成できる。また文章スタイルを新しく定義することもできる。TexMax は高品質な組版アルゴリズムと Tex、フォントにより商用に耐えうる品質の文章を生成することができる。TexMax は数式を扱うことができ、マキシマやセ e i j i などの多数の計算機台数システムの フロントエンドとして利用することができる。また、スキーム言語インタプリタ GNU ガイルを使った拡張機能が可能でカスタマイズや機能の追加をすることができる。マイクロソフトワードなどの他のウィジーウィッグなワープロソフトと同様 t e x m a スを使って印刷されるイメージをディスプレイ上で見ながら作業ができる。t e x m a スの開発方針は 美しく組み半できる文書構造の正しい文書を書くことができるようにすることである。テックスマックスはレーテックスのフロントエンドではないが、テックスマックス文書をレーテックスまたはテクスに変換することができる。一方、HTML、マス m l XML のサポートは現在開発中である。テックスマックスは現時点で Linux、f r e e b o d MacOS など多くのユニックス系のオペレーティングシステムで実行できる。シグウィン版では Windows で使えるネイティブ版のベータ版が利用できる。TexMax はまたプレゼンテーションソフトウェアとしての機能も持っており、将来はスプレッドシートや描画機能を持つオフィススイートとして統合する構想もある。 バージョン1.99-10以前のバージョンでもメニュー表示を呼び、IPA フォントを別途インストールすることで、日本語入力も可能であったが、数式をきれいに表示させるには毎回フォント変更が必要で手間がかかっていた。バージョン1.99-11からは日本語入力表示ときれいな数式表示が手間をかけずに、自然にできるようになった模様。 ヤカスの利用例以下のソフトウェアをテクスマックスのバックエンドとして利用することができる。プログラミング言語、クリスプ、クマクル、パイソン、QCL、R、シェル計算機台数ソフトウェア、アクシアム、ジョック、マコーリーニ、マセマティカ、マキシマ、マパッド、パリ、GP、リデュース、ヤカス行列計算、マットラブ、GNU オクターブ、サイラブ、 プロット描画プログラム、ヌプロット、グラフビーズ、ザイピック、マスイーマジックス。その他、ドラテックス、ユークライズ、ジチーバルト。 ラッシュハット http コロンスラッシュスラッシュ www.texmacs.org スラッシュ tmweb スラッシュダウンロードスラッシュダウンロード .en.html ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.texmacs.org スラッシュ tmweb スラッシュアバウトスラッシュ authors.en.html ハット FSFGNU プロジェクトの FAQ。ありがとうございます。